はい、電車で5車の道を今回山手線200号系で来ていました。攻めますけども、駅が多いので、まあ、ポイント強制でスキップと、あと天候がランダム変換でちょっとこれきついですね。恵比寿です。地下鉄日比谷線は踊り替えです。止まらんねー、やっぱ人乗ってるね。8人では全然止まらんね。さあブレーキしましょうか。残り20秒は時間ないね。目黒停車。どこで別なの本当に。間に合うか分からない。ほわ、本当間に合わねえな。超下手。ひゃー。は、お乗り換えだよ。間に合うか。いやー、これでもらえねえな、本当に。5段だ、停車。これ20秒。点数が3、4、5、6と増えていくと、あとなると1秒遅れると2秒取られる、持ち時間2秒取られると考えると、基本的にグッドとグレートを連続で取っていくっていう前提なんでしょうね。きついね。残り30秒。ダメか。品川停車。1秒しかもらえないですよね。タイミングによってね、あのよく4秒とかあったりするけども、この何秒を見ると1秒がいいと思うんですよね。さあ、ここで延着を取り戻すような感じでしょうか。超下手。75キロ線があります。超下手。やばいね。500号線手前ですね。小町前ね。45分もあると。田町。危ない。ギリ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 。小町前の190m前で、なんだっけ、制限45あります。これ気をつけてください。駅の方が見えたらブレーキする感じいいんじゃないかと思います。これ15秒。
超下手。やっちだ。さあ、間に合うか、4秒起動制限。やば、ホーム入った瞬間か。うわー、ギリギリ。超下手。これ20秒。ギリギリじゃん、これ間に合うのかよ。5秒じゃあこれ粘着じゃん、このアイテム。これ超下手。やば、またか。丸の内線はお乗り換えです。東京停車25秒。超下手。 OK。 来た。フルカップですね。フルカップでね、非常ブレーキ使っても限定されないんで、11m 前、1100m のところまで、フルカップして11100cm、 11m 入った瞬間にフルブレーキ。 5km 前で私もポイント欲しいもん出せちゃいましたね。まもなく神田、神田です。中央線、地下鉄銀座線はお乗り換えです。粘着じゃないこれ、また神田列車。昔この制限予告だけど、制限開始までにギリギリまでブレーキして、あのブレーキポイントは 180m とかにギリギリ40km になるように走るってことなのかな。予告の時に 40km にしたら間に合わない気がする。これ15秒。あ、間に合う、似合うよかった。だから、なんだっけ、神田前 200m あたりで気をつけてください。スピードオーバーしないように。超下手。いった。エクセレン。巻き返した。20秒。雨降らなくてよかったですよ。天候ランダムだから雨降るかもしれない。そしたら私は無事だったね、全区間走るのは。でまだまだ終わりじゃないけど、残り19秒。超下手。やば、やばやばやば。地下鉄銀座線、日比谷線は戻り替えです。上野停車。25秒。止まりますね、これは。超下手。はい、ということで電車の難しさ、ATC の制限ありますけど、いっぱいに加速してるとたまたん時たまブレーキングしろ、特に45キロ制限で、ね、いきなりかかってて間に合わないよ、限定されるので ATC マイナス5ぐらいでいいと思います。そこから先は惰性だと、ただでスピード落ちすぎたりするんで、後2、3ら辺で大体キープ、って感じでしょうか。出た的に電車は止まらないし、ランダム天候だから雨降るかもしれない。飛行乗る時間誰か重いって言ったね、さっき言ったね、っていうところと、あとはグッド取っても2点、グレード取っても3点です。ちょっと粘着したり、ちょっとオーバーランしたらすぐ6点とか取られるんで、だってあの1メートル、違う、オーバーラン1メートルで3点ぐらい取れちゃうんで、なんで、グッドでグレードはあの完全にあのコンボ技で何回も何回も、連続して取る必要があります、っていう感じです。気をつけてください、この電車は。